ちの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストはピッツァカチバルの田畑光さんです。みつさんはですね、帯広市出身で、帯広緑陽高校を卒業後に旭川の方の大学に進まれたんですけれども、卒業後は建築のお仕事をされていて、ご主人とご結婚され東京で過ごしていたんですけれども、2014年に帯広にご夫婦で帰ってきてピッツァカチバルを開店させました。昨年よりですね、その店主でもあるご主人とピザ屋がピザのために作るチーズ作りというのにも挑戦しています。みつさんと私はですね、高校時代の剣道部の仲間でですね、もう20年以上の付き合いになるんですけれども、今日はですね、そのカチバルのお店のことだったりとか、あとチーズ作りに挑戦したこと、そしてみつさんとのね、思い出話とか、あとまあ子育てのお話だったりとか、いろいろ面白いお話聞いたので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストはピッツァカチバルの田畑光さんです。光さんはですね、帯広市出身で、帯広緑陽高校を卒業後に東海大旭川校にて建築の勉強をされていました。大学卒業後はですね、帯広の建築会社に勤務されていて、で大学の同期でもあるご主人と結婚後は東京で暮らしていたんですけれども、2014年に帯広に帰ってきてピッツァカチバルを開店しました。昨年より店主でもあるご主人とピザ屋が作るピザのためのチーズ作りにも挑戦しています。みつさんと私は高校時代の剣道部の仲間で、もう20年以上の付き合いになるんですけれども、今日はですね、そのカチバルのお話だったりとか、そのチーズ作りのこと、そしてこうね、昔私たちとのね昔話だったりとか、みつさんのプライベートなお話もいろいろ聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。みっちゃんってこう私は普段呼んでいるので、そのように呼ばせてもらうんですけれども、みっちゃんは今はですねカチバルで働いているので、カチバルのね、まず紹介をしていただきたいと思います。はい、わかりました。はい、2014年よりトカチ産食材を使ったピザの専門店をやっております。トカチは小麦の生産がとても多くて、気軽にそのトカチ産の小麦を地元の人に食べてもらいたいと思えるようなお店にしたく開店させました。ご主人は地元出身ではないですもんね。そうですね。それでこういろんな行きさつがあって、はい、まあ、トカチにこう来たわけじゃないですか。はい、それでそのやっぱトカチのこう食材とかに惚れ込んだみたいな、なんかそういったところがあって、トカチの食材をメインで使ったピッツァを作りたいみたいな感じだったんですかね。どちらかというと、私が、まあ、結婚して一回東京で暮らしていた時に、うん、まあ、後々はこっちにトカチに戻ってきたいなっていう話をしたら、うんうん、じゃあまあなんか戻っていきたいな、じゃあ戻れないよみたいな話になり、うんうん、あの戻るっていう決意をしていかないと、うんうん、なあなあできっとずっと多分関東で過ごすんだろうなっていう話になって、じゃあ、うん、トカチに帰って、そう、何を糧として生きていこうかっていう話になった時に、うん、まあ私は建築の仕事してたんで、まあ、建築士として働いてもよかったんですけど、
夫は別に特に固定の職業っていうか、うん、昔はもっと業種が全然違うような飲食ではなかったですもんね。あ、そうですね。でももともと食べ物を作ったりとかするのはすごい好きだったので、うん、料理したりとかは好きだったんで、うんうんうん、で十勝のいろんなのを調べた時にやっぱり食が豊かっていうことで、うんうんうん、じゃあ料理をしようっていうことになって、うん、じゃあ何をしたらいいかっていうので、うん、その当時あんまりあの私たちの感覚ですけど、うんうんうん、あんまり美味しいピザ屋さんがなかったんですよ十勝に、うんうんうん、でやっぱり地元のものを使ったものを食材で何かやりたいってなった時に、うんまあ、小麦がすごい生産地も有名ですし、うんまあ、畜産系の牛乳だったりとかも有名なので、うん、じゃあピザかなっていうことで、うん、そこで夫はピザ屋さんをやるためにピザ屋店で修行して、うん、東京で、はい、そうですね、うんうん、2年3年ぐらい修行して、うんまあ、お金もある程度貯めようっていうので、うん、私は私で建築の仕事をして、うん、でお金も貯まったしじゃあ帰ってこようかっていうので、うん、2014年に帰ってきました、うん、はーそうだったんですね。いやでももうなんかすでに東京に住んでいる時になんかピザ屋をやるぞっていう準備を進めてたみたいな感じですよね。あそうですね、うんうん、いやなんか闇雲にね帰ってきて、うん、まあそうだよね。そこからまたゼロスタートだとやっぱ本当にこう回転するまでって言ったらまたかかるだろうしね、うんうん、そうやってこう知識とか経験を積みつつ資格もあって、はい、それで場所が決まればすぐスタートってなるから、うんうん、まあそっちの方がいいですよね。はい、なるほど。みつさんのこうカチバルで出してるこう、ね、ピッツァの中でもおすすめメニューがあったら教えてほしいです。やっぱり王道のマルゲリータがおすすめですね、うんうん、あの最初はあの十勝産小麦の生地は、まあ、もう最初からずっと使ってたんですけど、うん、その昨年から自分たちで十勝産の生乳からその手作りのモッツァレラチーズを作り始めたので、うんうん、それをマルゲリータっていうか、まあ、ピザ全部に使ってますね、うんうんはい、あ今はもう全てのメニューにそのチーズを自分たちで作ったチーズを使ってるってことですか、はい、へえ。お店の話はもうちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、まずどこにあるんですかね。住所的には公園東町っていう、うん、イオンの近くに日産自動車のドームみたいになってる形のところと、うん、あと地球屋さんっていう雑貨屋さんあるんですけど、うん、それのちょうど中間ぐらいの北海道ホテル側 の地下にあるんですよね、はいはい、1階はあれお酒屋さんでしたっけ。そうです。酒屋さん、はい、お酒屋さんで、うん、お酒屋さんで、はい、結構あのお店やってる時ピザってなんか上りとか立ってますよね。はい立ってます、うん、はい、そう地下に入っていくお店で、はい、カチバルってカタカナで書いてあるんですけど、はい、そちらのお店は行ったことある方もたくさんいるとは思うんですけれども、だいたいお店の感じで言うと何人ぐらい入れて。そうですね、マックス今だとちょっとコロナ関係で席を減らしたりとかもしてるので、うん、今だと20中盤ぐらいですかね、うんまあ、25前後ぐらい入れる感じ で、ねはい、でまあ、今営業は何時からやってるんでしょうかね。平日が5時半から22時までのディナーのみで、うん、土日はランチとディナーをやっていて、うん、ランチは11時半から14時まで、うん、で、まあ、ディナーは平日と同じ5時半から10時までですね。うーん、なるほど。で定休日が今月曜日と火曜日がお休みです、うんはい、ということでね、はい、で扱ってるメニューそのピッツァが何種類ぐらいあって。約20種類ぐらいあります。他にもサイドメニューみたいなものもあったりとか。はい、パスタもあったり、うん、夜でしたらワインとかに合うような、うんまあ、ちょっとしたおつまみじゃないですけど、うんまあ、そういったアラカルトみたいなメニューもやってます、うんまあね、さっきねそのおすすめはマルギリータっていうことだったんですけど、季節によって今月のメニューじゃないけど、あ、あります、あります。夏はこういうのとか、はい、冬はこういうのとかあったりするんですよね。はい、まずあのピザで今月のピザっていうのをやってて、うん、毎月それは毎月というか、まあ、厳密に言うと毎月ではなくって、例えば今でしたら生モッツァレラと生ハムとアスパラのピザってやってるんですけど、うんうんうん、それはアスパラが旬の時に、うんまあ、大体2ヶ月ぐらいそれをやってますね、うんうん、で、まあ、アスパラ取れなくなったらまた別の旬の野菜だったりとかを、うんうんまあ、ピックアップして、じゃあ来月は何作ろうかっていうので作ってます、うんうん、夏から秋にかけてになんかこう出そうなものがあったら、はい、だからトカチマッシュとかも使ってるの。あ、そうですね、トカチマッシュはトカチマッシュのピザっていうのがもう定番ですでにもう
あるんですよ、うんうん、20種類の中に、うんうんうん、今まで結構やってますけど、まあ、あとナスとか秋ナス、夏野菜ね、うん、秋ナスね、うん、とかやったりとかしてますね。そっか、その20種類のね、そのもともとあるメニューの中にも、はい、この十勝さんをこう結構ふんだんに使ったものが結構あるっていうことなんですね。そうですね、例えば長芋とか、うん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 、それは長芋ベーコンのピザっていうのがあって、うん、これは私は結構おすすめです、うん、長芋美味しいですからね、はい、なかなかこう火を通して長芋食べる人少ないんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど。あ、そうですね、とろろにしたりとかね、うん、浅漬けとか多いかもしれないけどね、はい、火を通して食べるっていうのもまたこう食感が変わったりとかして美味しいですよね。そうですね、シャキシャキして美味しいと思います、うんうん、それ結構食材とかってご主人が、はい、例えば農家さんとかに直接お願いしてというか、そういう風に見に行ったりとかして買ったりとかしてたりするんですかっていうのも一部ありますけど、うん、うちの店舗、まあ、基本1店舗なので、うん、消費量が少ないんですよ、うんうん、なので農家さんのところに分けてもらうって言っても本当あそこそこ量が少ないので、うんうん、申し訳ないので、うんうん、あんまりそういうのはしてなくて、うん、まあ、なんかスーパーで買ったりとかもありますし、十勝村で買ったりとかっていうのもあったり、うん、あと私が農家バイトとかをたまにするので、うん、その時に農家さんから分けてもらって使ってるとかも結構ありますね。十勝、うんうん、ウーマンフロンティア。そうです、うん、と牛乳の話をもうちょっとしたいなと思うんですけど、はい、6月ってその牛乳月間って言われてて、はい、こう日本ではね、はい、で6月1日はねこう世界牛乳の日って設定されていて、はいはい、っていうのもこの4月からこう6月にかけてがこう全国、まあ、世界的になんですけどその生乳生産っていうのが本当にこうピークに上がってくるっていう時期なんですよ。でやっぱ生産も上がるからこそ、はい、ぜひこう皆さんに牛乳飲んでもらいたいっていうのもあって、そういうふうにこう6月1日が牛乳の日ってこう設定されて、はい、で日本では6月が牛乳月間ですよっていうふうに言われているんですけれども、はい、まあ本当に私自身生産者の一人として、酪農家として毎日牛からね生乳が出てこう私がこう搾乳してるっていうところなんですけども、やっぱねこう今の現状、まあコロナ禍の影響もあって需要がすごく落ちてるっていうか伸びていかないんですよね。でも牛さんたちはやっぱこうこの季節、暖かい季節になるにつれてこう菜食量、餌食べる量も草を食べる量も増えてこうよりこうお乳を出してくれるんですけど、そういう時にあの皆さんがよりこう牛乳を飲んでいただけたらなっていうのはすごく思っているところです。で、ミツさんもね、そのチーズを作るにあたってこう生乳を利用してるというかね、生乳を使ってこうチーズを生産しているんですけれども、はい、チーズを作るのに例えばこう1キロの1リッター1リッターの生乳からどれぐらいのチーズができるんですか？だいたい10分の1なので1キロだと100グラムですね、うん、100グラムのチーズができる、はい、でもそれがこう固形と水分に分かれて、まあ、そうですね、ということですよね、はい、でもまあ皆さんが100グラムのチーズを食べると1リッターの牛乳を消費したようなことになるってことですかね、はいはい、で結構チーズの100グラムってもうすぐ食べられる量だとは思うので、うんうんうん、まあ、牛乳ね飲むのももちろん大事だと思うんですけど、うん、そんなにやっぱりね飲めないじゃないですか、うん、1日1リッターはちょっとなかなか厳しいかもしれないですね。そうですね、うんうん、だから牛乳もいいですけどチーズも食べようっていうので、うん、はい、やっていったらいいんじゃないかなと思います、うん、まあ、チーズって本当にねこうそのまま食べるのももちろんですし、その料理に入れるのもそうだしっていうのもあって、はい、まあ、みっちゃんはその普段こう生活の中ではお母さんであり、はい、奥さんであるから、まあ、お家でご飯作ることも多いと思うんですけど、はい、普段こう例えばじゃあチーズとか牛乳、まあ、どちらでもいいんですけど、はい、それでこうお料理するってどんなもの作ったりとかします？リゾットとかが簡単で、うん、おしゃれ。いや、なんか本当に簡単に朝ごはんに、うん、朝から多分ガツガツ食べないんですよ、うんうん、なんか本当にちょっとしたものなんで、うん、でまあリゾットっておかゆみたいな感じじゃないですか、うんうん、でそれにもうモッツァレラ入れたりとか、あと牛乳も入れますので、うんうん、それで食べることが簡単でいいですね。まあ、栄養もなんかこうギュッて詰まってる感じはしますね、はい、普通のご飯に炊いたご飯に牛乳入れて火にかけてチーズ入れてみたいな感じですか？まあ、あとトマト、うんうん、はい、トマトソースだったりとか、そこにベーコン入れたり玉ねぎ入れたりとかっていう感じで、うんうんうん、
して美味しく食べてます。結構乳製品取る方なんですね。そうですね。あ、でもそうです、言ってた昔もね、なんだっけ、アンパンには牛乳だっけ、違う、チョコレートに、チョコレート、あ、チョコレートには牛乳って言ってたよね。はい、コンビニ行ってチョコ買ったらお茶じゃなくて牛乳でしょって言ってたよね確かに今すごい思い出しましたそう、昔からねチョコレートは好きで、やっぱチョコレート食べるときに、うん、まあ今はねコーヒーとかも飲んだりするようになったけど、うん、そう、牛乳が好きでしたね。この相性が一番いいんだよって言ってたよなと思って、うん、それこそ私の結婚式で、うん、まどか先輩が牛の着ぐるみ着て、なんかそんな発言をしてた気がする。あ、言ってたかもしれない、うん、チョコにはあのまどか先輩一家のミルクを持ってきてくれて、うん、そうで先輩がそのいやみっちゃんはなんかチョコとミルクを一緒に飲むのが好きだったよねみたいな感じで、なんか余興の最後に、うん、その牛乳となんかチョコレートかなんかを一緒に食べた記憶があります、うん、あー持ってった、あ、そうそう、そうだったかもね、うん、そのあの余興のなんか DVD かなんかを流した後だか前だか、はいはい、だかどっちかだよね、はい、考えてた、そういうのすごい好きで、うん、私が考えるのがね、はいはい、そうで、どんな感じで出てくるかとか、どんな感じでこの映像を流すかっていうのをすごい考えてて、うんうん、そう、それでそう牛の格好して出るわ私って、うんうん、またそういうの張り切るから、はい、そう出ててそのマイク持っててね、そうそうそう、張り切りすぎてどっかぶつかったんだよ確か他のねこう来てるゲストさんにちょっとぶつかってごめんなさいとか言いながら、はい、そう前に出てってそんなことしましたね。うん、しました。そうそう、懐かしいっていうぐらいね、もうみーちゃんはもともと牛乳が好きな、そうですね、人だったわけですね。リゾットね、なんか私あんまり食べないかもしれないので、さっと作るにはいいかもしれないですね。結構なんかお店とか食べたらなんかおしゃれなイメージじゃないですか。はいはいはい、いや本当おかゆみたいな感じでさっとできるし、うん、いいですよ。でサクサク食べれるっていうかね、はい、うん、娘さんも好きですか。好きですね。うん、私さこの前美容室行った時にそのオレンジページって雑誌あるじゃない、うんうんうん、あれが偶然あって、はい、で見てたんですけど、自分たちで生モッツァレラを作ろうっていうのがあって、はいはい、もうそれ見てどうしてもこの雑誌が欲しくて、はい、その後アマゾンで買ったんだけど、うんうん、本当なんか低温殺菌牛乳を、はい、本当にそれも確かね、その1リッターをだいたいその100グラムできるみたいな感じで書かれてて、はい、で本当にその低温殺菌牛乳を65まで煮詰めて、それで酢を入れて、で本当に水分と分離させて、そう分離させて、でそれを熱いお湯の中でこう練って、はい、それでそれはなんか塩水につけるって書いてあったんですけど、ね、塩水につけるとその生モッツァレラができるってやつで、はい、まあ、まだやってないんですけど、これはなんか自分家でこう絞った牛乳をすぐやるにはいいかもって思って、うんうんうん、で自分は私すごいチーズが好きで、はい、しょっちゅう買うんですけど、はい、これ自分でできたらおつまみにいいかもとか今思ってるところで、はいはい、これがうまくできたら酪農家さんの仲間にも紹介しようと思ってるんですけど、うんうんうん、こうチーズを、まあ、自分で作るっていうのはなかなかハードルが高いかもしれないけどね、はい、チーズを取ることで、ね、そういう消費の意味ではね、はい、すごいいいのかなって思うので、うんうん、おすすめというかね、はい、ぜひ皆さんそうやってでも牛乳苦手って方も中にはいるかもしれないの で、ね、積極的にね、あの取ってもらえると私たちもそしてうちの牛たちも喜ぶと思うので、食べていただきたいなというふうに思います。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA しほろ町からのご案内です。トカチ北部東大雪山系の裾野に位置する自然環境豊かな一大農業地帯しほろ町、酪農家で生まれたホルスタイン種のオス牛をこの土地の新鮮な空気と水で健康に育てた、脂肪が少なくジューシーで柔らかい赤身が自慢の牛肉がしほろ町自慢のブランド牛しほろ牛です。
その士幌牛の生産者で組織する士幌町肉牛振興会監修のもと開発された商品が士幌牛カルビ味付け焼肉です。士幌牛カルビ味付け焼肉はジューシーで柔らかなバラ肉を使用し、士幌牛を育て知り尽くした生産者たちがバラ肉に最も合うタレを探して比べて悩んで見つけた口当たりのいい甘みのタレで仕上げております。お召し上がり方法は焼肉やカルビ丼、季節のお野菜と炒めるなど様々なアレンジでお楽しみいただけます。また士幌町肉牛振興会は創立50周年を迎え、ブランドロゴをリニューアルしました。シンボルマークは家紋を模しており、ホルスタイン種オスー種の使用を開始してから50年の歴史を表現し、八角形末広がりで囲むことにより今後も発展していく思いを込めています。士幌牛カルビ味付け焼肉には士幌町肉牛振興会の新たなシンボルマークがプリントされ、一袋 200g 税込み780円で士幌町にある道の駅ピア21士幌で販売しております。また今後ふるさと納税の返礼品としても取り扱いしますので、美味しいタレで仕上げたジューシーで柔らかく油の旨味がたまらない士幌牛カルビ味付け焼肉をぜひ一度ご賞味ください。 JA 士幌町からのお知らせでした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも
北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合資料トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合資料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。